やるっきゃねえよな。よく見つけたな、こんな抜け道。内通者がいるのさ。グリフィスを救いたいと思っているのは私たちだけじゃないということだけどよ、城の連中が。鷹の段の方ですか。お待ちしておりました。本当に来てくださったのですね。お姫さん、じゃ、内通者ってのは。はい、私です。この穴どこまで続いてんだ。遠い昔、今から千年ほども前の話です。当時は戦乱の時代、その動乱に終止符を打つ者が現れました。覇王ガイゼリック、彼は大陸全土にわたる大帝国を一代で築きました。その素性は謎に包まれていますが、大変な戦上手で、戦いの際にはいつもドクロをかたどった仮面をつけていたといいます。それなら聞いたことはありますよ、ドクロの王様の話。でも力に溺れた王様は神様が使わせた5人の天使に都ごと滅ぼされてしまったって。4人じゃなかった。で、そのおとぎ話とこの穴がどうつながるんだ。おとぎ話ではありませんわ。少なくともその都は実在したのです。この縦穴の奥底に。グリフィス、グリフィス様。誰かいる。グリ、グリフィス、グリフィス。手足の剣が切られてる。鍵だ。ヤスカ。来るな。来るんじゃねえ。
グリフィスは裏道から馬車へ連れていく。ガッツたちは正面から進んでくれ。こいつ知ってるぞ。ガッツだ。鷹の段切り込み隊長、百人斬りのガッツ。時間をかけるな。さっさと終わらせるぞ。脱獄だ。手向かう者は殺してしまえ。おれだ。いいぜ、ほっときやがれ。城門が封鎖されてます。馬車が通れるよう門を開けて回らねえと。私にお任せを。よし、一丁上がり。忠国の英雄が敵となる。このくらいオイラたちで何とかします。雨が夜ミッドランドの誇りにかけて奴らを取り押さえる。捕まってたまるもんか。まとめてぶった切ってやるぜ。あっしもいいとこ見せなきゃいけねえんで。王の命令だ。悪く思うだろ。
敵よな。露払いは切り込み隊の務めですから。見つけたぞ、確保せよ。何すか、お手数かけて面目です。王からの命令だ、裏切り者を殺せ。門が開いた、もう大丈夫だ。ウィンダムともおさらばだぜ。グリフィス様、また会えますよね。追っ手はすぐ来るはずだ。そうだな。水と食料のご協力か。もちろんです。あと少しだ。待っておるがいい。